お勤めの方向け5分でわかる公益通報者保護法。あなたの会社には不正を通報するための窓口がありますか？公益通報者保護法は、そのような通報をした人が不当な扱いを受けないよう守る法律です。この動画ではお勤めの方のために公益通報者保護法の基本を説明します。保険金の不正請求、性犯罪、品質データ改ざんなど、今まで数多くの不正行為がマスコミなどへの内部告発によって明らかになりました。想像してみてください。もしあなたの職場でこのような取引先や消費者に損害を与える不正行為が行われていたら、あなたはどう対処しますか？不正を放置すると、取引先や消費者からの信頼を失い、最悪の場合、経営危機に陥ることになるかもしれません。このような事態を防ぐために通報することは正当な行為です。そのため、解雇や降格など、通報者が企業から不当な扱いを受けることのないよう、法律でルールを明確にしています。これが公益通報者保護法です。ただし、公益通報と認められるためには3つの条件を満たす必要があります。順番に確認してみましょう。まずは通報できる人についてです。この制度の保護を受けられるのは、従業員、役員、退職してから1年以内の方です。従業員には正社員だけでなく、派遣、アルバイト、パートも含まれます。続いて、通報できる内容です。例えば、これらの法律に違反し、過料や刑罰につながる行為がこの制度の通報対象となります。すべての違反行為が対象ではないという点に注意しましょう。詳細な法律のリストは、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。最後に、通報できる先について見てみましょう。選択肢は3つですが、保護を受けるためにはそれぞれについて定められた条件を満たす必要があります。1つ目は、勤務先の通報窓口や上司です。勤務先に直接相談しづらい場合には、次の選択肢も検討しましょう。2つ目は、通報内容に関係する府省庁や地方公共団体です。例えば、有害物質が含まれる食品を販売している場合には警察や保健所、残業代が不払いの場合には労働基準監督署が通報先として考えられます。消費者庁のウェブサイトでは、具体的な府省庁や地方公共団体について検索することも可能です。3つ目は、報道機関などです。事業者団体、労働組合など、通報することにより被害の拡大を抑えられると考えられる先にも通報することが可能です。以上が公益通報と認められるための条件です。しかし、これらの条件を満たしたとしても、お勤め先から報復を受ける不安はありますよね。次はこの点を見てみましょう。公益通報者保護法は、正当に不正を通報した人を守る法律ですので、通報に対する企業からの報復は法律や指針などで禁じられています。さらに、万が一そうした被害にあっても、法律に基づき被害を回復することができます。具体的には、企業による通報を理由とする解雇や降格、減給などの不利益な取り扱い、損害賠償請求は禁止されています。さらに、通報者を特定する情報の漏洩や通報者探しも禁じられています。また、通報窓口や調査担当者には守秘義務が課せられており、通報者の秘密は守られるよう定められています。このように、公益通報者への報復は法律によって禁止されています。公益通報者保護法は、より良い社会のために声を上げるという行為を守る法律なのです。不正の通報は、自分自身はもちろん、職場や取引先、消費者など多くの人の権利を守ることにつながります。職業倫理に照らして、もし何かおかしいと思うことがあれば声を上げ、
不正を止めましょう。